おはようございます。おはようライブです。かわいい、あ、ショーンさんおはようございます。かわいい子たちがちょうど泳いできました。ショーンさんなんかくれると思ってるじゃない。今日もおはようライブを始めてみました。このライブはハワイ島のヒロからお届けしていて、あの曜日とか時間帯は特に決まってなくて、朝お散歩ライブをするというライブです。最近あの私たちの営んでいる宿の民宿ヒロがあのパンデミックの後再開してちょっと忙しくなってきたのもあって、あの朝の時間が結構融通が効くのでこうやってたまにやってるので、よかったら今初めての方もまた見に来てください。どうもおはようございます。ショーンさんおはようございます。今朝の7時ぐらいかな。そうかもね。そうだね、こっちはね6時半過ぎに出てきたし、多分7時ぐらいかな。今ちょうど朝はマウナケアがすごく綺麗に見えるので、この公園からちょっと見える位置まで今移動しています。あと行こうよ、ここから山見えると思う。あ、ちょうど見えるかな。もう10月も中盤になってきましたが、皆さんいかがお過ごしですか。もう日本はだいぶ寒くなってきてるのかな。ハワイは結構、ハワイはというかヒロは、10月は結構晴れが多くてまだまだ暑い日もあります。でも朝と夜はやっぱり涼しいので長袖を着たりして寝てます。おはようございます。まだ日本の方は深夜なんじゃないかなと思うんですが、もうちょい向こうまで行かないとかな。朝はやっぱり光が違うから綺麗かも。そうだね、うん、もうあのヒロは本当に 朝の街だよね。そうだね、うん、朝がやっぱ一番綺麗だよね。そうですね。あとなんか朝起きるのも早いよね、こっちに住むと、うん、こっちの人はすごく朝が早いよね、うん、夜はもうお店全然閉まっちゃうけど、うんうん、朝5時半からやってる、うん、店とかもあるもんね、うん、朝食屋さんとか。日本は夜中の2時だって。そっか、夜中の2時にね、おはようございますってうん、なんかこれはだからその朝起きた時にアーカイブに残しておいて、ね、うん、ね、あ、ライブやってたんだって見てもらうようなライブです。この、ね、素敵な、でも見てくださってる方ありがとうございます。なんか素敵じゃないのかな、ね、うん、素敵素敵。いやでもさ 朝の2時で、うん、今33人の方見てくださってる、うん、ありがとうございます。すいません、もう寝るとこだったっていう方も結構いると思うんですけど。夜分遅くにっていうやつですね。ここは、よくお散歩ライブでも来ているワイロアステートパークっていう、あ、ショーさん大丈夫。ワイロアステートパークっていう、公園です。うわ、見てショーンさん、なんか画面に映すとすごいよ、うん、ほら、あら、本当だ、なんだこれ、ね、光のあれだね、光が、うん、確かに確かに光の映り方が違うね。あ、綺麗綺麗、よかった、うん、あやちゃんは今日何時頃来たんですか。私は6時半に起きて、なんかパチッと目が覚めたので、あ、今日はおはようライブの日だと思って思った。ショーンさん散歩ライブ行きますって、ショーンさんも来ますかって言ったら、うんうん、はい、じゃあ行こうかってなったので今日は2人です。見れて嬉しいですって言ってくださってる方、ありがとうございます、ね、もうすぐマウナケアが見えます。見えますね。もう今ここから見えてるのはマウナロアだね、あれ、うん、見えるマウナロア、うん、マウナロア見えるよ、うん。こちらに見えるなだらかな山は、あれ山なんですけど、あれはマウナロアっていう山です。モーニング、
お、もうそろそろ見えそう。カフェ100行きたいな。かわいい。ここはいっぱい鳥たちがいるんですよね。すごいかわいい子たち。ね。いや、なんかくれって言ってる。ごめんね、もう撮ってあげればよかったね、なんかね。あ、見えました。ファンキーボーイいるよ、あそこに。あ、ほんとだ。あそこに見える山がマウナケアです。これがハワイで一番高い山ですね。うん、世界最大の火山だね。うん、もともと。あ、そうなんだ。うん、あの、この間あれが発見されちゃったじゃん。日本の横丁のなんか海底火山でっかいやつ。それまでは世界最大の火山。そうなんだ。うん、両方とも。へえ。1位と2位。うんうん。これがマウナケアで、こっちの山がマウナロアです。ちょっと今ヤシの木に隠れちゃったけど、こっちに見えるのがマウナロアです。さっきなんかコメントくださってた方いましたよね。カフェハンドレッド行きたいな。まだあるかしら。ありますよ。ここの公園のすぐ近くにあります。あの、ロコモコ発祥のお店って言われてるとこです。そこのお店でロコモコを買ってここの公園で食べるのとかもすごいおすすめです。朝来るといいね。お昼のお散歩ライブ、お昼間のお散歩ライブではやっぱりね、雲にかかっちゃう。あの、夕方だもんね、こっちのね。うん、夕方の、ね、そう、日本は多分朝なんですけど、うん、こっちの夕方の時間なので、そう、マウナケアが雲にかかってしまっていることが多いんですが、朝はこんな感じで見えてます。ヒロですか？ヒロです。ハワイ島のヒロのワイルワステートパークっていう公園からお届けしています。いい風だね。いい風ですね。今何分ぐらいやってるんだろうか。ちょっとこのおはようライブはね、あの、早めにいつも短時間でお届けしてるんです。っていうのは、朝起きた方、多分今平日だから日本の方はあんまり30分も1時間も見られないと思うので、ちょこっと見て、あ、今日のヒロこんな感じなんだと思って ね、学校とかお仕事に行っていただけたらなと思うので、今日もこんな感じでちょこっとお届けして終わりにしたいと思います。皆さん、まあ、これからいい夢をですね。で、朝起きてからこれを見てくださってくださ見てくださった方は良い一日をですね。ハワイ行きたいって、絶対行くねって。ぜひ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 。おはようございます。はい、それでは見てくださってありがとうございました。ありがとうございました。今日もいい一日を過ごしてください。いい一日を過ごしてください。じゃあね。それではバイ。